地方中国企業ファーウェイ、日本での初任給月40万円。日本より圧倒的に優良企業だと話題に。中国の通信機器大手、ファーウェイの初任給が話題となっている。リクナビ2018に掲載された求人広告によると、日本での月給は学士卒で40万1000円、修士卒で43万円。年に1回以上は賞与があり、賞与が月給2ヶ月分だとすると年収は初年度から560万円以上になる。有給消化 50% 以上完全土日祝休み、各種社会保険、退職金制度も完備。厚生労働省の調査によると、2016年の大卒初任給の平均は約20万円。ファーウェイの初任給は平均の2倍以上。ネットではこりゃ優秀な人はじゃんじゃん流れていっちゃうよねなどの声が上がっていた。すでに募集は終了してしまっているが、ファーウェイの日本研究所、横浜市の工学設計エンジニアが年俸1000から1500万円で募集されていたこともある。引用。http://blog.estel.com/archives/200159.html ネット上の声。ファーウェイ、初任給43万出すけどこれで人件費安いから日本に工場を作るって中国本土の人件費どうなっちゃってんの。どこの会社とは言わないけれど、ファーウェイに限らず初任給は40万って会社はあるよ、初任給は。なお一時手当で水増しされた初任給で数ヶ月後には手当は消滅して給与は半減する模様。これはサムスンも同じで、給料で比較されたら日経は全く勝ち目ないよね。未だに秩序とか序列とかが理由で、賃金テーブルを変えられないんだから。この待遇の差や勢いを見ていると、日本の会社は企業構造を根本的に見直さないといけないのかもしれない。ちゃんと技術者に金出すんだよな。そりゃ日本と違って技術者はやる気出るよな。中国企業が成長しているのが理解できるよ。いつから日本人って人件費をいくら払っていいかわからない国になってきたんだろう。引用。http://blog.estel.com/archives/200159.html